こんにちは島田です。今回は前後開脚しやすくする意外なコツについて解説をします。バレエをやっていると前後開脚あるいは縦スプリッツと言われるような足を前後に開いて開脚する動きを求められることがあります。この時になかなか硬くてできないなっていうことがあると思うんですが普段の柔軟を前後開脚に生かすポイントっていうのがあるんですね。今回はそれについてお話をしていきます。 これは以前やった講座のまあワンシーンです。最初このように前後開脚しようと思ってもなかなか開かないケースだったんですがあることを生かすことによってここまで行くようになりました。で例えば体が硬いところからこんな風に前後開脚できたらいいなと思いますよね。で、これは誰でもできることで 普段何気なくやっている柔軟をちゃんと活かしてあげると前後開脚に活かせるんですねで。これを活かすことによって、例えばまあ縦スプリッツがしやすくなったりとか、あるいはアラベスクで柔軟しやすくなったりっていうこともありますので、それについて今回はお話をしていきます。前後開脚や縦開脚がしづらいっていった時によくあることなんですが、こんな経験ないでしょうか 前後開脚しようと思った時に体が斜めに開いてしまったりお尻が床に近づかないっていうことがあるかもしれませんそして無理にストレッチをして内ももやお尻を痛めてしまったりハムストリングスが固まるっていうこともあるかもしれませんでこれらはなんか股関節周りの硬さを感じるので股関節を柔らかくすれば前後開脚できるような感じがするんですが実はもう一つ あの抑えておかななきゃいけないけ原因がありますそれが胸椎の硬さですね。これ今いわゆる背中のかたさなんですけれども背中がねじれない状態になっているので体を支えることができずに体が開いてしまったりお尻が下に下げられないということがあるんですね。でこれを防ぐための方法で今回は前屈を生かしてこの胸椎の硬さを取ろうっていうのが、まあ、今回のポイントになります。 ここまで聞くと中には前屈はできるけれども前後開脚できないっていう方もいるかもしれません。で、この前屈を前後開脚に活かすにはポイントがあるんですね。そのポイントっていうのは肘から先で床を押すということです。前屈をした時に肘から先で床を押してあげると肩甲骨を下げて脇が伸びるような状態になります。でこの状態で 前屈を維持してストレッチをしていくと背中胸椎がストレッチされてくるということになるんですね。これは実際の講座の風景なんですけれども最初前屈これぐらいできればまあこれでも十分できてると思うんですがここからさらに肘から先で床を押して背中を伸ばすようにします。やっていくと 同じように前屈しても深さが変わってくるんですね。より深い位置で伸ばせて背中が伸びるようになります。つまり胸椎の硬さをとってさらにストレッチすることができるんです。でこの肘から先で床を押す動きっていうのは前屈や前後開脚だけではなくてアラベスクで肘を遠くにする場合も使うことができます。このように前屈も生かし方によって 前後開脚に活かすことができるんですね。こんな風に顔を肘にあ膝につけて倒すところまで持っていくことができます。では、前後開脚をしやすくする意外なコツについて、普段使っている前屈を前後開脚に活かす方法についてお伝えをしました。まとめると、前屈するときに肘から先で床を押すことによって、 胸椎をストレッチすることができるので、体の開きを抑えて、体が斜めに行かないようになったりとか、お尻が下に行きやすくなることによって、前後開脚しやすくなる。前屈を前後開脚に活かすことができるということですね。でこんな感じで、 前屈を使って体の柔軟性を上げる方法だったりとか、あるいは、まあ、ここまで聞いたけれども、そもそも前屈がやりづらいっていう方もいると思うんですね。なので、前屈をしやすくするための方法について、レポートをまとめましたので、続きをご覧になりたい方は、その続きはっていうのが YouTube の概要欄にあります。そちらのリンクを押していただくと、その 前屈のやりやすくする方法とか前屈の活かし方をまとめたレポートがありまレポートを紹介したページがありますのでぜひそちらもご覧になっていただければと思います。<music> ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。